ハロー YouTube 秋村とラジラです。はい、お父さんです。チャンネル登録してくれた方々ありがとうございます。チャンネル登録をしてくれるとトライアルがより分かるようになり詳しくなります。はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。うまくなることもあるのでチャンネル登録はぜひしといてください。高評価や低評価、低評価まああんまつけんでほしいけど評価は必ず、はい、コメントもなんかアドバイスとかがとかなんか動画なんかの動画作ってほしいとかあったらじゃあつけてください。はい、ということであのコメントであの空気圧についてちょっと知りたいっていうコメントがあったんでお父さんがちょっと解説していきたいと思います。あとはそこちょうどいいよ、そこ立っとって、か眩しい気そこ立っとって空気圧こんな感じですっていうのも厳密に言ったら何キロかな、子供の空気圧はちょっと測ってみたいと思います。トラの空気圧は18インチで体重何キロかな、20何キロ、26、25、ゲージが見える位置、ちょっとカメラ持って、ゲージ見える、トラが 1.1 か、リア 1.1 入れてます。 1.1？ で、フロントはもうちょっとフロントも、フロントも 1.1 か、キロかな、見えるか、フロントは 0.7？0.8？ ちょっとフロント低いな、ちょっとフロントはちょっと低いな、押さないでよ、こんぐらいがちょうどいい、うん、というようにまあリアが高めじゃトラはね、うん、だけど本当はフロントの方が高めが正解なんだよ、うん、待ってフロントちょっとこれ低すぎる、フロント1キロぐらいで取っていい、じゃあこれ下げてよ、いやいい下げたら問題多分ね、フロントも 1キロぐらいで取る、大人は大人は今から取るけど、うん、ちょっと空気圧低すぎた。まあ一応ゲージあるけど、うん、回っとる、うん、ゲージで測ることほとんどありません。もう破れとるけど、うん、もうこれで勘です。父さん、子供は練習していい？あ、いいよ。ちょっと待って、これが。あら、ヘルメかぶってチェックしたの？今ので。そういや、最近。ちょっと入れすぎた。最近っていうか、今日は新しいやつ買ったんです。それは後でしょうか、ちょっと入れすぎた、あ、ちょっと入れすぎだ、入れすぎか、そうですね、抜いていくんじゃないですか、うん、こうやって抜いていく、まあ、1.1 ぐらいにしとけ、うん、やし、まあ、やるリアも 1.1 ぐらい、はい、じゃあプラチで練習しよう、うん、おっと、ビ練習するぞ、前に、はい、で次お父さん、お父さんの空気圧はトラと違ってだいぶ入れてます、ここをパッパッパツパツです、何キロちょっとちょっと測ってみます、うん、お、2.1 入れとるわ、まあ2キロぐらい、うん、でリアがリア何秒だ、ああ、リア 1.5 か、待ってよ、1.5、ちょっと行ってみるかな、まあ、空気圧の目安としてはこういう角に入れてプッシュしてもあのリム1線かったらいいです、リム、分かるかな、こう来てフッと踏んだ時にここでプッシュした時にリムがコンって当たっちゃうとリム打ちパンクしちゃうんで、2キロ入れてこう、こんなもんか、ちょっと入れすぎた感じあるけどこんなもんです。オートバイの人とかは結構すごい低圧1キロ未満で乗っとる人多いんだけど、あの確かにあの乗った時に、まあ、フロントがこう沈んでくれた方が動かしやすいことは動かしやすい、初心者のうちはね、初心者は、うん、そうね、初心者は 1.5 ぐらいまで落としていくか、ちょっとテストするけど今2キロ入れとんだけど
だいぶ落として 1.5 ぐらい。これ 1.6 ぐらい。結構落としました、フロントは。だけどこれで乗っちゃうと確かにこうプッシュした時にタイヤがし、わかるかな、ボールみたいにプニプニしてから、こうやりやすくはなるんだけど、こういう角で不意にこうここにコーンってぶつかる時がある、その時に角抜けばいいんだけど、そのままぶつかっちゃうと、まあ、高い確率でリム打ちパンクします。まあ、そのたんびにパンクしたらあのパンク修理すればいいんだけど、低圧で乗ることのメリットとデメリットがあって、低圧で乗ることのメリットはとにかくタイヤの反発を使って自転車を動かしやすいっていうのがあります。あの、まあ、こういうところの可動でもう軽く乗せるだけでタイヤがうまくこう、バネみたいになるでしょう。とにかくタイヤの反発を使って動かしやすくはなるんだけど、デメリットとしては、空気圧低かったらね、ホイールがたわむんよ、よれるっていうか、ホイールが目に見えんけど、ポテトチップスみたいに動くんよ。感覚として分かる。多分ね、初心者のうちは分からんと思うんだけど、それが中級者ぐらいになったら、何が起こるかって、スポークが折れる。わかる？皮むけ、金属疲労を起こしてから。あ、それで折れる。で、なるべく、大人はね、本当の初心者は低圧で乗ってもいいと思うんだけど、ある程度ステアケースとか、なんか動かせれるようになったら、高圧にすることをお勧めします。まあ、ここにもゲージがあるんだけど、そっか、ここのゲージがあってが、まあ、2キロぐらいで、あの、ここのタイヤにね、なんて読むかわからんけど、ここに 40PSI とか、あの 2.8 バーとか、これ空気圧なんよ、あの推奨空気圧書いてあるんだけど、こんなに入れない。 2.8 はずっと、2ぐらい、まあ、分からんかもしれんけど 40PSI とか、280kPa か、まあ、この辺空気圧書いてあるんだけど、まあこれは参考にも何もならないんで無視して結構です。特にギアなんかを低圧で乗ると、ある程度空気圧高い方が、リムがしっかりするっていうか、前あのこれじゃなくて、あの26インチの時なんかでもリム、まあ、自分でホイール組むじゃん、でトライアルのリムなんてすごい精度が悪いけ、この継ぎ目のところとかに隙間があったじゃん、いつだったか。だけど空気パンパンに入れたら、丸くなるっていう、ある程度空気圧で、ホイールをタイヤを頑丈にさせとるっていうところがあるんで、あんまり低圧で乗ると、まあ、いつか必ずスポーク折れます。宿命です。あの金属目に見えて分からんけど、こうホイールがたわむんで、空気圧が低かったら、空気圧パンパンに入れとったら少々のことじゃこう、ホイールがよれないんで、可能な限り自分はパンパンにしてます。でパンパンにするメリットは、そのリムがしっかりするのと、ちょっと分かるか、工事用から取って、こういう突起物があるんでしょ。こういう突起物を利用して、ここ分かる、見える、ここ多分、こういうところの突起物を利用して前に進むっていうか、ここでフロントタイヤをプッシュして送り、プッシュして送り出すっていうか、それ空気圧が低いと難しい。これ空気圧低いと、そんなに飛んでくれないっていうか、分かりやすい。こういうところにもただ突き出すんじゃなくて、ここの角に持ってきて、ここ縁あるでしょ、
うんうん、こういうところの縁でプッシュして、うん、タイヤの反発を使って前に出して、ほうすごい細かすぎて触らんと思うけど、うん、こういう角、角、角、こういう角をうまく利用するのも練習です。あの、はい、そういうところを利用できたら、ちょっとわからない、あやちゃんとかわからんと思うけど、うん、足寄ったら俺らこういう段差をすごい利用するんよ。こういうところとか、こういう。ここの突起物とか、そこにわざとタイヤを当て取って、そこでプッシュして、あのボールが弾む利用するっていうか、こことかやったら、ここの角に乗せ取って、フロント潰して、パーパスをうまく、ここの角とかに、お前ちょっとしか潰れてないけど、ちょっとした反発をうまく利用して、へー言われには分からん。言われには分からんだろうけど、うん、リアタイヤとかを高圧にしとかしとくのは、うん、結局ほらこういう角狙っていくわけなんです、うん、その時に空気圧が低かったら、うん、斜めに入ったらホイールもよれるし、うん、で、まあ、リム打ちパンクするリムが、うん、中であのチューブを通してから、うん、プシューってなるわけなんです。暗いけど大丈夫。タイヤが潰れたの分かるか。多分取れとると思う。よし、次の動画でこれだ。結構立派にちょっとスローモーションか、うん、結構積み出たと思うんだけど、うんうん、わかるわかる、へこんどる。だけさっきのあの今のはわざと角に持ってったけど、うんうん、不意にほんまの角に行く時があるんよ、うん、でその時に低圧だったら間違いなくシューってからなるん、うん、でここはまだ優しい角なんで、ね、本当にあの尖った角、こういうところに、あこれこいつか、こういうところに不意にやでもこれウィージャーで止めたらもうここ狙いなんよ。あ、角っちょね。こっち側、こっち側の下下っとるけ、わかる。お父さん、これだったらここでしょ、うん、狙うわ。ここにフロント立ちで立ちなさいってなったらもう角狙っていくわけじゃん、タイヤが、うん、ここ狙ったらちょっと下っとるけ、うん、じゃあそう角狙いであの飛びつかんやけん場合はあるんで、可能な限り高圧にしとってやらんと、うん、ちょっとやってみようか。この角狙い狙う？か角だけ取るよ、じゃあ、うん、うん、うん、おお、いいんじゃない。え、そうなん？ブレーキやってた。もう完全に角狙いなんで、こういうところに行こうかと思ったら、この辺に着地したら滑っちゃうんで、もう完全にここの角を狙って飛びつくんで、うん、だからある程度空気圧は必要です、はい、あ、いいんじゃない。まあ、てな感じでさっきの飛びついた時に空気圧が低かったらポンと当たっただけでこのタイヤの中身が裂けとるっていう水を使っとる。うん、だけどそれが便利だもんね。でそういうこともあるんで、うん、軽量化にするデメリットとしては、うん、そうなった時にチューブが割るっていう、うん、だから一
ぱい空気を入れとって、うん、薄いチューブで低圧で乗るってことはちょっとありえん、うん、中のチューブによっても空気圧が変わっとって、うん、結構薄っぺらなやつは結構パンパンに入れてます、うん、っていうのも、うんうん、少しでもリム打ちしたらこれはすごい軽いんよ、うん、すごい軽量でから、うん、この同じ種類やまあ同じ、まあ、中身一緒よみたいな軽量のチューブは、うん、普通のチューブだったらリム打ちパンクしたら、うん、ちっちゃい穴が開くんだけど、うん、このチューブ使ってリム打ちしちゃうと、うん、あのチューブが裂けるような破け方して、うん、穴じゃなくて裂けちゃうっていうのもこの太さが 2.6 なわけない、うん、でこの分の太さの限界 2.1 で要するにチューブを無理やりこう、うん、分かる広がって風船みたいでいつでも破裂状態な、うん、まだフロントはまだいけるんじゃけどリアがパンクこれを入れてパンクしちゃうとちょっと修理するのが難しくなるんで、うん、でそれであえてもパンパンに入れてます、うん、え軽量ってことは重いやつなんです、うん、重いやつは、うん空気圧を落とせます重いやつっていうかあの肉厚でしっかりしてるやつは、うん、まだ空気圧を落としてもほうほうほうまあちょっと軽いリム打ちぐらいだったら耐えれるんだけど、うん、薄いチューブ使っとるもんだけほうほう軽いリム打ちでもいっちゃうんで高圧にしてるっていうことでほうほうでも軽量チューブを使うのには理由があってなんで軽量化の問題で自転車軽量化するので、うん、一番効果的なのはこの中心から一番遠いところを軽量化するのが一番メリットがあるんよ、うん、この中心があるでしょマスの中心化っていうか、うんうん、でこの辺を軽量化したってねあんまり意味ないんよ、うんま、真ん中は別にこれ最後一番最初に軽量化させるのは、うん、この真ん中から遠いところから軽量化していくのが、うん、すごい効果的っていうかこう要するに振り回しじゃん、うんうん、こう中心にこう回していくのに、うんうん、一番遠いところが一番軽かったら、うん、なお軽く感じるん で、うんうん、で一番効果的なのはもうチューブを変える軽量なものが一番安くて一番効果を得れる軽量化の仕方で、うんうん、今重たいタイヤつけとる人なんかは、うん、この辺をチタンシャフトにしたりこの辺チタンにしても、うんうんあんまり体感できないと思うんですよ。最も体感できる軽量化はもうタイヤを軽量化、うん、軽量にする、まあ、だってこう立った時に、うんまあ、一番遠いところ感覚として分かる分かるあんまり変えてもらったら一番分かる軽量化を一番最初にするおすすめはもうタイヤを軽量なものにするっていうのがあってでその後は、うん、まあ遠いところフォークね、まあまあ、ハンドルか、うん、ハンドルも中心から遠いわけじゃんうん、ハンドルもカーボンのものにしてやってもこれも変わります、うん、軽いどれぐらい変わるの普通のいやもう全然違うフロントフォークなんか変えたらもう別な自転車みたいに、だけど扱いやすいフォークを変える前にまずタイヤ、うん、軽量なものを使ってやると、うん、でタイヤの材質によっても、うん、空気圧って変わってくるんで、うん、これコアラはまだサイドボールがしっかりしとるけど、うん、これコアラっていうタイヤなんだけど、コアラっていう種類、うん、結構サイドボールがペラペラな、モンティの軽いやつなんかすごいサイドがペラペラなんよ、うん、ここが、まあ表面もやけど、これ結構肉厚がサイドまであって、うん、モンティとかジットシーンもどうだったかな、ものによってはここのサイドボール、サイドがすごいペラペラなもんがあるんで、それは多分結構空気圧入れとかんとリム打ちパンクするんで、その辺は気をつけんといけないところで、薄いとなんかいっぱい入れたら痛み、あいやいっぱい入れた方が安定するんじゃん、低圧だったらどうしても潰れてこう、うん、薄ければ薄いほど高圧にしとかんと、うん、ダメだ、薄かったらそこなのに、うん、ここでリムカブでリム打ちしちゃうんで、うん、ここで結構肉厚のあるやつはまだ落とせるんだけど、うん、で空気圧一概に自分がこれ、うん、この数値で取るからっていうのも、うん、これもステムと一緒で体重にもよるし、うん、でこのタイヤの材質にもよるし、うん、タイヤがサイドがペラペラだったら高圧にしとかんといけるし、うん、逆にごっついやつだったらもっと落としても大丈夫、落とした方がもっちりして乗りやすかったりする、うん、で一
一概に何キロがいいっていう答えはないんよ。いろいろやってみたとか、いろいろ試してみてから自分の乗りやすい硬さ、うん、で最初のうちは低圧でいいんだけど、うん、そこから徐々にあの上げていくことをおすすめします、うん、ずっと低圧で乗るといつかスポーク折れます、うん、経験上こういうのってこれは店長のところでしょ。あ、そうです。これあのアウタートップ店長のところ差し入れましたあの、うん、何個かあの、うん、在庫があると思うんで広島で欲しいなっていうか、うん、薄いチューブ欲しいなって思ったら、うんうん、あの五日市あるアウタートップさんのところでお買い求めください、うん、まあこれってなかなかお店に置いてないサイズで20インチの電子バルブなんでなかなか手に入らないで、みんなちょっとインターネットで買うと思うんですけど、これ軽くていいです。全然違います。何グラムかわからん。どっか書いてない。あ、122グラム、うんうん、これ何グラムか、もっと軽いんか、わからん。どっちがウルトラライトとウルトラライト、ウェルターライト、ウルトラライトの方が軽いんかな。日本語があるけどこっちにない、うん、これまあタイヤを、うん、チューブを変えるっていうのもあの軽量化、最も、うん、あの安上がりで簡単な軽量化なんで、うんうん、チューブが普通どうなんじゃ、これ 280g 変わっとったら、うん、だけ前後で 160g か、うん、160g いったらあのコーヒー缶1本ぐらい、うんうん、それがそれ全然変わりますね。と一番遠いところだし、うん、でこの辺を真ん中辺を軽量化するよりかは、うん、まあ、タイヤ、うん、まあ、リム、うん、このニップルをあの真鍮からアルミに変えるだけでも変わりますから、うん、まあ、遠いとこから遠いとこから、うん、軽量なものにしていって一番最後に、うん、チタンシャフト入れる。チタンシャフトも究極よねこれチタンシャフトじゃろうが 鉄だろうが多分これを体感して違うって言い切れる人おらんのこれ今チタンシャフト入れとるんよって言われても入れてないけど、うん、それ体感して分かる人は相当上級者だけ、うん、それよりか中のチューブ変えただけでも、うん、は変えるだけでもあの、あ、鳥の足軽くなったなってなるんで、うん、はい、ということでタイヤについてはこの程度にして、はい、今日はトラジオスの、そうそうそうニューウェア、はい、ピンクの靴についてちょっと語りたいと思います。ピンクだったよ、はい、ね、なんでピンクなんだよ、かわいいじゃん、色はともかくあの、うん、どうですか、あの今日使ってみて初めてこのガンズのハイカット、ここが硬すぎて嫌、今のところ、今のところ硬いか、硬すぎて嫌、はい、これお値段びっくり、うん、1000円でしょめちゃくちゃ安かったんで、うん、在庫処分近かった、在庫処分だけど、まあしっかりして踏んだ感じ、どう、ペダルを踏んだ感じ、それとこ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 れが、うん、ニューです、ニューです、うん、あ、ニュー膝当て、これあのサッカーの膝当てです多分、うん、でシンガードもあのサッカー用のシンガードを入れてみてどうですか、うん、まあこれとこれはよりめっちゃいい感じ、でもこれだけ、うん、靴がまだ買ったばっかりで硬いです、うん、硬すぎます、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。してくれると嬉しいので、はい、それとチャンネル登録してくれるとめちゃくちゃ、うん、あの物知りになり上手くなります。はい、明日のあれ言わねえ、あ、トラカップ開催するので日曜、あの12月5日、うん、日曜にトラカップするんで、うん、商工センターで6日、明日何日知らん、日曜日、うん、まあ、いいか、アップされた1日後にここでトラカップを開催するのでぜひ聞いてください。時間は待って、時間は適当です、あの、もう朝から、うん、待って、ちょい待って、ストップ止めて、うん